本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。MIT ホールディングスは IT 技術をベースとした情報サービス事業をしている会社です。急騰した理由は、今期の経常利益は 67% 増加し、10万株を上限として自社株買いを実施すると発表したからです。UUUMは、インフルエンサー、YouTuber によるマーケティング支援などをしている会社です。急騰した理由は、上期の経常利益が 11% 増加し、20万株を上限とする自社株買いを実施すると発表しているからです。エンジンは、法人、経営者向け PR 支援サービス、医療機関、医師向け PR 支援サービスをしている会社です。急騰した理由は、22年5月期第2四半期の営業利益が 70.9% 増加したと発表したからです。ヒュガプライマリケアは、宅配訪問薬局、居宅介護サービスなどをしている会社です。急騰した理由は、1月6日に上場来安値を更新してから、反発しているようです。シーズメンは、医療品及び服飾雑貨の販売などをしている会社です。急騰した理由は、22年2月期第3四半期累計の純利益が通期予想を大きく上回ったと発表したからです。アーキテクツスタジオジャパンは、建築家、建設会社と顧客を仲介をしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、株価が下がりすぎたためだと思います。キャンバスは、抗がん剤の研究開発をしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、抗がん剤候補化合物、免疫着火剤 CPT501 臨床第2相試験の進捗状況を発表しているからです。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。